あのさ、お前ら、俺、吉本興業なんて興味ねえから、電話を教えてくれよ。かけっから。番号教えてくれよ。どこにかけりゃいいの？俺もだって興味ねえから、お笑いとか。なあ。いや、神回も何もねえよ。文句言うだけだよ。おかしいだろ。俺も知らねえよ、女の吉本興業の。なんか関係ねえ、こんな素人配信っていうの。何番だよ、早くしろよ。番なんかねえよ。いや、本当に、何番だよ。06の何番だよ。いや、正当な理由でしょう。だって、向こうは、公表の、ラジオの番組で、俺のこと個人的にもう、明らか俺だってわかんのをディスってんだから。じゃねえの？なあ、おかしいだろ、普通に。もう、ラジオでお前よ、公共のよ、ね、てめえの番組かなんか知んねえけど、一般人のことお前ガチャ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 言ってよ。ふざけんじゃねえよ。あ？もう明らか俺じゃねえか、ツイッターに上げてんの。何言ってんだ、この野郎。いや、だから俺番号わかんねえから。あのチンピラが一般人ですか？誰？あのチンピラって。誰のこと言ってんの？誰？あのチンピラって。ヒカルちゃん関係ないじゃん。ツイッターにヒカルちゃんあげてないよ。あげないでって言ってたよ。言ってねえから。いや、だから電話番号早くかけよ。吉本興業の。あ、お前らかけないんだ。番になるから。かけないの？いつもだったらすぐ教えてくれんじゃないの？何お前ら。早くググれよ、お前ら。早くしろよ。そしたらかかってよ。かけてやっから。06-664-431-122。これお前違ったらお前 NG な。あった。ですね、お宅の芸人さんがラジオ番組の中で、
一般の人間なんですけど、僕は、僕は飲み屋でね、たまたまその芸人さん見かけたんで、写真撮ってもらったんですよ。ほんで、その写真撮ってもらったのをツイッターに上げたことをラジオ番組かなんかで、ああじゃねえ、こうじゃねえって、あの人はもともとなんか犯罪者でどうのこうのとか喋ったらしいんですよ。これね、どういうことかなと思って。鉄を。佐野です。はい。乗ってるっていうか僕があげたのね。たまたま飲み屋で見かけたから写真撮ってもらったんですけど、で、別段、インターネットに上げないでくれなんていう断りもなかったんで、ツイッターに上げたんですけど、その件をなんかラジオ番組持ってるじゃないですか。それでなんか一般人の人がツイッターに上げて、って僕はどうのこうのとか、なんかわけわかんないこと言ってるから、どういうことなのかなと思って。誰かわかるやつに繋いでよ、早く。受付じゃなくていいからよ。お、なんか向こうも、なんかすぐ話分かったみたいよ。早いな、これ話。スピーカーにしろ。するわけねえじゃん。結果だけ教えてやるから、黙ってろ。おめえら。お前らいつもね、外野でね、そうやって欲しがるだけ。俺個人の問題だから。もしもし。ですね、つい先日、銀シャリのうなぎさんと、あと、笑い飯の哲夫さんと、写メを撮ったんですよ。まあ、お願いして撮らせてもらったんですけれども、その件について別に、何も言われてなかったので、その飲み屋さんでね。見てくれてます？そうそう。だから、それに関して、ラジオ番組の中で、あの人は犯罪者だったみたいだとか、なんか、哲夫さん言いましたよね。そのツイッターに社名を上げられて、みたいな。で、僕のことを言ってない。であればいいんですけれども、明らかそうなんですよ。今インターネット上でもすごい炎上してるんで。だから、そんな一般の人間に対して、あの人は元犯罪者だったっぽいみたいなことを、もうラジオでも、YouTube の方にも上がってますんで、哲夫さんのラジオ番組の音声がね。で、そんなこと言われて、まあ、確かに僕は元犯罪者かもしれないですけれども、何も関係ないですよ。たまたま飲み屋で会って写真撮っただけです。僕は、とにかく笑い飯の哲夫っていう人間は俺知らないわけですよ。もともと大阪のローカルだと、うなぎさんの方がいっぱいテレビ出てるんで、いつも見てるんですよ、朝の午前中の番組とか。で、ああと思って撮ってくださいって言ってお願いしたのはそっちの方なんで。いや、鉄道の方から撮ってくださいなんて言ってないですよ。こちらから。いいですかって。で、まあ、撮ってもらったものに関しては、例えばネットに上げないでくださいとか、なんだとか、何も一切言われてないんですよ。現場では。だからまあ、俺、銀シャリのうなぎさん結構好きなんで、うなぎさんと、
写メ撮れたよ、撮ったよ、とか、あと、みんなで一緒に撮ったよっていうのをツイッターに上げただけなんだけど、その件に関してガチャガチャ言われてるみたいなんで。で、未だに俺はツイッターに上げてる写真は削除してないんで、でも、向こうは、銀シャリじゃなくて、笑い飯の方の哲夫さんの方は、ラジオの中で、次に撮られたのがどうのこうので、みたいな、言われてるんで、俺そんな変なことしたかなって思ってるんでね。多分そうだと思いますよ。うなぎさんは何も言ってないんですよ。それは吉本さんのところにいろんな通報が行ったんじゃないですか。通報っていうか、ガンランの音を社名上げてていいのかよとか。僕は別にいいんですけど、吉本さんが迷惑かかってんだったら、じゃあどうしたらいいかなっていうんで電話したんですけどね。ご迷惑おかけしてるんだったら、僕、一応個人で、まあ吉本さんもスポンサーになってる、ニコニコ生放送っていうとこで、個人で配信はしてるんですよ。佐野智則と言います。いや、人面の左で、野原のの、智則の友は知識の知の下に日の丸の日。友則の友は、知識の知の下に日の丸の日。で、則は規則の則。いや、ただラジオでそれ言ってたから、なってないけど、インターネット上ではもうそんなのみんなはもう、ああ、お前だろ、お前だろってなるわけですよ。もう確定ですよ、これは。で、僕も放送中に、この間、飲み屋で、笑い飯の、哲夫っていう人と、銀シャリの、うなぎさんとは写メ撮ったよっつって、写メ上げてるわけですから。ほいで、ラジオ番組でその2、3日後に言われりゃ、もう俺じゃないですか。他なんかあるんですかって。苦情じゃないんですよ。俺が言ってんのは。なんでそんな一般人の、と写真を撮ったことをラジオ番組で言ったのかな。僕は別にね、何か彼ら芸人が、困るようなことしようと思ってツイッター上げたわけでもないし。だって、じゃあ、写真は撮ってもいいけど、ちょっとネット系には上げるのやめてくださいって言われたわけでもないしね。お互い飲んでた場だから、それをラジオのネタにされたらちょっとカチッとくるわけですよ。で、僕の番号も教えておいてもいいですか？ああ、いらねえか。僕も中央区の日本橋に住んでるんで、ご近所なんで。また何かあったら電話入れさせてもらいます、筧さんの方に。よろしく。
社内の方にね、こういう電話が本人からあったってことも挙げとくって言ってくれました。はい。そういうことです。いや、俺はきちっと話したつもりよ。事実を言われて発狂は俺はしてないよ。そんだけ。一応どういうことなのかなと思って。名誉毀損とかはない。なんでそんなこと言ったのかなと思って。まあ一応なんか上の方にあげますみたいな、こういう本人から電話あったっていうことで。でも俺で番号ついてかけてるから、もう向こうも分かってるはずだから。これまた誰か吉本に電話するだろう。知らねえんな。そりゃ俺知ったこっちゃねえから。俺は俺の納得いかないことを言っただけだから。まあ、好きにして、みたいな。それは向こうがどうでいくかだね。俺はもう言うだけ言ったから。何かまずいことあった？お前らがさっき教えた番号にかけたよ。で、女出たから、それじゃわかんねえから、ちゃんとしたのに買われって。芸人に迷惑かけんな。芸人に迷惑かけんなってなんだよ、それ。履歴見せろよ。それで俺をバンにしたいだけでしょ。お断りします。すいません。そういう手にはうなちゃんはもう乗んなくなってんだよね。ちゃんとお前かけたのかよ。見してみろよ。つって見したら、お前ら、携帯見せ、な。番号を見せたからお前バンみたいな。甘いよお前下手だね。チャンマンもうそこまでいかないよ。ダメだね。安いね。一部隠せばいいだろう、ふかし野郎。俺さ、正直お前らコメント打ってるけど、お前らのためにこの電話したわけじゃないんだよ。俺のためなの。わかる？外野は黙って様子見てろよ。な？お前たちに信用してもらおうなんてさらさらねえんだよ。俺のためだけだから。わかった？お前たちが俺の役に立つのか？立たねえだろ？ほっとくわ。はは、お前らが何言ってたって。関係ねえよ。マジで。だから、おって、エアデアだろうとか、かけてねえんだろうとか言うやつは、まあ、好きに言っとけばいいんじゃない？はい、お疲れ。そんなこと言ったって、チャンマンは、エアじゃねえよ、かけてんじゃねえかよって見せねえから。残念ながら。もう無理。そういうの無理。ね。お疲れさん。残念ながら、うなちゃんまあもうそこまでね、いろんなことやられてきてるから。昔でもいいよ。
見せなきゃ論破できませんよ。見せたって論破できねえんだ。ああ。そういうとこ。着歴見して番号移ったらバンだバンだってお前ら騒ぐだけだから。もうそういうのね、もう煽りでも安い。無理。できない。もう。昔の俺だったらね、なんだ、俺かけてんじゃねえかよ、番号見てみろってやったかもしんないけど。もう、そんなのめんどくさい。じゃあ、スピーカーにして、もう一回、ワン切りしてやろうか。なあ。バカ。斉藤さん？斉藤さんですよね？どちらですか？ああ、間違えました。すいません。はい。うるせえよ。俺、斎藤さんに今かけたんだよ。間違えっつったよ。はい、もう、アンチ黙ってね。わかった。黙って。はい。アンチもう負け負け。黙って。させんね。間違っちゃった。俺今電話かけるとこ。映像残ってます？関係ねえだろ。アンチ息してる？エアーとか言ってたやつ。アンチ息してる？無理だね。アンチのむっちゃったよ、ほら。みんなコメント見てみな。無理だろいいんですか？ いいんです。何がしたいの？みんなに聞きたいけど。ねえ。アンチ弱いよね。もうこの程度なんだよ、みんな。最近のアンチは。昔はもっとね、突っ込んできたんだけどね。最近の奴らはダメ。ゴミ。もうこの程度終わりだよ。話終わっちゃうんだよ。ジ・エンド。本当に。すいませんね。ごめんね。まあ、好きにしといて。俺自由に生きるから。アンチはしょべえよ。最近のは。これっぽっちだもん。これで終わりだよ。
でも、さっき電話受け取った切り替わった男は、この件に関しては全部把握してるよ。なんでかわかる？お宅の名前をラジオでは言ってないですよね。言ってないですよね。把握してんだよ。これね。これ全部把握してっから。言ってねえよ。早速オタクのことは言ってないですよね。だけど、そんなの明らか見りゃわかることだから。とにかくこっちもまあ迷惑こもってんだよ。そういうことです。すでにマークされてるな、俺。今頃、もっと早めにマークしとけよ、大阪来てんだからよ。手強そうなアンチコメは読まれ、ちなみにどれが手強いのかな？ないね。裁判されて負けてなけ。じゃあ具体的に言うよ。君ロックオンしてもいい？何の裁判なの？何の裁判なのかな？写メ消せよ。消さねえよ、絶対に。消す理由ねえから。マジで。こんな小市民を M1 でトップ取ったような芸人がラジオで言われても困るよね。どうしちゃったのって話じゃない？ねえ、俺、小市民だから。すんませんね。弁護士雇えんの？お前バカだろ。ブナちゃんマンって弁護士雇うときはバリッバリの雇うからね。金をゆすろうとしてただろう。誰が？俺が？は？金なんかゆすってねえよ。もうさ、アンチってバカだよね。金をゆすろうとしてただろう。誰から？俺が誰から恐喝？全くおかしいよね。どうぞ、好きにしてください。ねえ。鉄夫とうなぎから金をゆすろうとしてた。俺が。いくら取れんだよ。半地区芸人から。教えてくれよ。取らねえよ。どっから取んだよ。金欲しいの俺。いらないなあ、別に。勘弁してよ、もう。金ゆすろうとしてたとかさ。ねえ。どっからそんな話が出てきたのか、俺謎なんだけど。うなは金欲しいにしてもそこから引きが。いや、ちょっと待って、芸人からゆすって金取るとかさ、俺はそんなことは考えないよ。マジで。全くそんなのは、お金なの？みたいな。ただ俺ラジオで、ガチャガチャ言われたから、
そんな一般人との関わり合いを、ラジオで言う芸人ってもう終わってんじゃない？っていう話よ。それだけ、話すことないのかなと思って。一般の人間のネタをラジオで喋るってどう？しかも、なんか、その人は元犯罪者らしくて、どっからその情報を入れたの？何言ってんの、こいつ。みっともねえな。いや、事実だとしても、そいつはどっからそんな話を聞いたの？で、しかも公共の電波に乗せて話すことじゃねえじゃん。てめえ芸人なんだからよ。こっちは一般人だよ。冗談じゃねえよ、お前。なんでラジオの公共放送で俺がお前よ、犯罪者だなんだのよ。わっけもわかんねえ、売れねえ芸人にガタガタ言われなきゃなんねえんだよ。安物芸人によ。ふざけんじゃねえよ、っつうの。この野郎。ふざけんじゃねえよ。だから、吉本に電話入れたよ。どういうことかな。ちゃんと言っといて。実際売れてるけどな。誰が？その笑い飯っていうやつが？売れてんの？へえ。それはお前、あれじゃねえの？相方がお前、山本太郎のお前、講演会かなんか入って、選挙でも、わーわーわー言ってたし、なあ、徹夜だかなんだか徹夫だか知らねえけど、そっちがお前宗教を導いた本書いてるし、まあ、そういう系統なんじゃねえの？なあ。そうだよ。メロリン級の応援に、笑い飯の片側は、応援演説言ってたよ。角丸だか中角なのか？おい。マジだからな、お前。本当だからな。不可思議じゃねえから調べりゃわかるんだよ。おい。メロリン級の応援に、笑い飯の片っぽのひげ生やして長髪のやつ言ってたから。言ってたよ。何やってんの？おい。マジだよ。ほんで、もう一方のとんがり坊主も、なんか宗教じみた本書いてるよな。あいつも日教組の息かかってっからな。教員免許持ってんだからなんだか知んねえけど。おい。マジで。仏道うんたら言ってた。言ってんじゃねえよ、この野郎。じゃあよ、悪いんだけどよ、仏道うんたらよ、極めてよ、考えてよ、本まで出してよ、そこまでよ、ガツってやってんだったら、犯罪者か犯罪者じゃねえかなんて、仏は気にしねえよ。マジで。仏様は気にするんだ、犯罪者か犯罪者じゃねえかを。へえ。すげえ、いいな。だからてめえは、創価学会って言われんだよ。とんがり頭、てめえ。犬作のお前仏像飼ってるだけの話だろ、この野郎。そうか、おつ。犬作仏像でもお前拝んでろよ、バーカ。
そういうことだよ。ああ。ってのはあかんね。本当によ。はんにゃはらみただろ。吉本に訴えられますね。喜んで訴えられてやるわ。ああ。関西学院なの？ああ、あんまり頭良くねえな、関西じゃ。まあ、なんでもいいよ。どっちにしたって、宗教じみた野郎の言う言葉は俺聞かねえから。マジで。でもなんだよ、お前らは何が言いたいんだよ。大体俺はさ、一般人なのにラジオであんなディスられてさ、このまま黙ってていいのかなって思っただけ。これ全面的にお前冗談じゃねえよっていう話。だから今、吉本の広報かなんかのが電話かかったけど、その番組の中で、あなたの名前は言ってませんよねって始まったから、言ってはいねえけどってツイッターに上げたの俺なのも明白じゃねえかって。はい、わかってます。向こうも把握してんだよ。なんだこの野郎。俺じゃねえかよ、この野郎。こいつ、本人、おいな、あのね、本人の目の前も何もねえんだよ。そういうのいいの。二組目の方って言ってたよね。そうだよ。俺が二組目の人間だもん。自業自得、全然何か俺悪いことした？まずね、そもそもね、俺が何か悪いことをしたのかを聞きたい。なんかやった？何もやってないよね。居酒屋でたまたま居合わせた芸人に写真撮ってって、それツイッターに上げただけじゃん。だってネットに上げんなって言われてない。おうよ。いや、あげないでくださいって言われるわけだけど。で、しかも、入れ墨入れてる人間と一緒になって撮ったのは向こうだからね。断んなかったんだ。だって断ってたらあの写真が上がんないでしょ。いや、別に。断れないだろ、芸人。客商売だし。あ、そうなんだ。じゃあ、断れねえんだったら、お前ら、個室で飲んでろよ。クソ芸人。はっきり言うけど。な、一般客も入るようなとこ来て、安い酒飲んでねえで、それなりに銭もらってんだろ？な、個室で飲んでろよ。な？どっか自分の行きつけの店作って、ちょろちょろ、裏ナンバーあたりで飲むなよ。悪いけど。ああ。な？バカ。嫌だったらそうしろよ。それか、もしくは嫌だったら断れよ。その時お前ら断れなかったんだろ？なあ。そういうことだよ。それはあったからぐった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 言って。写真断ればいいじゃん。いや、ちょっと。断れなかったのに、後から文句言うなよ、バカ。この野郎。
そうだろ。ちょっと写真は勘弁してくださいって言えばいいじゃん。それ、もしも写真撮ってくださいって言われるの嫌だったら、マネージャーがなんかに車で送ってもらって、どっかで居酒屋で飲んでりゃいいんだよ。個室でな。あった？もうちょろ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 。なあ、裏ナンバで飲むのやめた方がいいよ。あった？クソ芸人がこの野郎。カッコつけてラジオでガタ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 一般人のこと言いやがってよ。ふざけんじゃねえよ。そういうことだよ。もう、ね、あんたらの行きつけの店で飲んでりゃいいんだよ。ガッチャガチャガッチャガッチャ、ラジオなんかよ、公共の電波使ってよ、文句言わねえでよ。やった？教えてやるよ。そういうことだよ。やった？もうちょろちょろ一般の人間がいるようなとこで飲まない方がいいよ。いいことねえから。そういうこと。さ、向こうが写真を頼んだように言ってたって、俺が言ってたかもしんない。俺じゃなくて別の人が言ってたかもしんない。でもさ、芸人ってさ、昨日こんなことあったよって、ふかしまくるじゃん。話を大きくするのが芸人じゃん。俺はお前、一般人として話を大きくしただけだよ。なんか、まずい？芸人なんかちょこっとあったこと話でっかくして、お前。ひな壇に登って、お前。目立ちたいから、ふかしまくるだろ？一緒じゃねえかよ。関係ねえよ。嘘っぺえ話作ってよ。ひな壇芸人よ。お疲れ。あいつらそれ言ったら金になるよな。俺別にふかしたって金になんねえかんな。マジで。まあ、頑張ってくださいよ。まあ、そういうことなんでね。吉本興業が俺に何言ってこようか何しようか、屁でもねえし。いくら金ゆすろうとしたんですか？話がでかくなるね。まあ、そういうことなんで。別に俺は金なんかゆすらないよ。ただ、ラジオ番組で、そう言われるとね、っていう話です。めんどくせえって思った。まあ、そういうことなんで、皆さん、あんまりもう熱くなるのやめましょう。あとは、静観してようよ。だって、向こうはラジオ番組で俺のことをお前、犯罪者、元犯罪者だったみたいで、とか言ってんだから。どういうことですか？そうでしょ？いや、事実なんだけど、向こうは芸人の立場で発言できるわけじゃん。ラジオで。公共の電波で。強えなって思っちゃう。お前の名前言ってねえだろ。ってことは俺じゃねえんだ！お前の名前言ってねえ。俺もう一回吉本電話して、
俺、名前言われてないから、俺じゃないんですよねって聞いてもいいかな。ただ、お前らも、俺じゃないってことになるよ。そうですね。佐野さんじゃないですよね。んだったらいいよ。俺、もう静かになるから。あ、俺じゃねえってよって。他にもいたらしいよ。それでいいの？それでいいのかよ。どっちでもいいよ、アンチ君。どうする？多分、吉本興業もう一回電話して、ラジオ番組で言ってたのって俺じゃねえの？俺なの？って聞いたときに、いや、多分名前言ってないんで違うと思いますって言う。ああ、そうだったらいいんだけど。じゃあこれはもう俺の勘違いってことでいいですって。すいませんでした。って終わりよ。お前らも終わるからね、そしたら。吉本興業自体が、俺じゃねえって言ったんだから。あ？どうすんの？それじゃお前らつまんねえじゃん。なあ。どうすんだよ。おい。名前も言ってねえから。どうすんだよ。どっちでもいいよ、俺。俺のせいなのか、俺は一切関係ねえのか。どっちでもいいんだって聞いてんだよ、お前らに。どうすんだよ。どっちでもいいよ。お前らの好きにしろよ。どっちがいいんだよ。俺、どっちでもいいんだよ。俺のことを名指しなのか、いや、多分、佐野さんのことじゃないと思いますっていうのか。どっちよ。いいよ。じゃあ、結果かけるよ。これ、俺のことじゃないのか、そうなのかって聞いてみようか。まあ、いるだろう、多分。通話中なんだけどね。さっき電話した佐野っていうもんなんだけど、さっきの担当に代わってもらえる？誰かいないの？他に。いないのね。じゃあ、これ番号通知出てるでしょ？ああ、折り返しよろしく。はい、どうも。折り返しかけるってよ。バーカ、俺の携帯番号教え、お前らに聞こえるようにするわけねえだろ。おい、ふざけんじゃねえよ。おい。バカだねえ。そこはもう、音声は、切るわ。バカだね、お前ら。なあ。冗談じゃないよ。サクサクだよ。サクサクだよ。
お前らがうるせえ電話かかってきて、本ちゃん携帯から出れないからね。お前らアンチ山ほど今電話してんの？吉本興業に。そうなんだ。非通知でな。寂しい野郎らだね。いや、営業妨害って俺は営業妨害してないよ。かけた人間が営業妨害だ。俺当事者だから。ねえ。俺は当事者だから、君たちは部外者だから、君たち全く関係ない。ことの成り行きを見てればいいだけなのに、参加したがるからダメなの。お前のせいで電話かかってきてるんでしょ？原因はお前だろうが。関係ねえだろ？誰？俺のせいで電話かけてんの。どこの誰ですか？ねえ。どこの誰ですか？知りません？ああ。マジで。ああ。どうなの？俺は一回、今二回目だよ。吉本興業に電話したの。ああ。誰かけてんの？知らないよ、そんなの、俺は。まして俺一般人だし、素人のニコニコ生放送を使った個人配信者だし、ああ。俺にそんな力はないよ。俺の放送がそんなに影響力あんの？みんな。あるの？あるんだったら俺もちょっと考えようかな。ないと思ってたからね。なんもないよ。俺なんかただの一般人がこうやって個人的な放送でガチャガチャ言ってるだけだから。あるんだ。へえ、俺にまだ影響力あったんだ。結構嬉しいかな？マジで。俺に影響力あるんだ。お前のせいでみんな迷惑。誰が迷惑してんだよ。へえ、俺、そんな影響力ないもん。ただのおじさんだし。じゃないよ、そんなの。ただの居酒屋のじじいだしね。本当に。一般人じゃねえじゃん、元犯罪。元でしょ？少なくとも吉本には迷惑かけた。俺全くかけてない。芸人なんて一般の俺らリスナーっていうかな、視聴者のラジコンだから。奴らラジコンだから。マジで。そうだよ。タレントだの。芸人なんて、俺らのラジコンだから。本当そうだよ。ラジコンでも向こうの方がお金持ってるからラジコンがどうのこうのじゃないんだよね。本当だ、あのラジオ局もお前そんなことお前公共の放送に載せてお前なんだこの野郎って。
吉本も逃げたよね。さっき、俺。あなたの名前は言ってないですよね。これ逃げだろ。あなたの名前は言ってないですよねってことは、俺ってことは分かってんだよ。マジで。名前言わなきゃいいんだって。ブルったろ、この野郎、吉本。ああ。こちらは言ってないですよねって、お前ラジオも聞いてんじゃねえか、お前。いや、存じてませんとか言ってたけど。こんなもんだよ、お前。ああ。いや、ほんとそんなもんだよ。ああ。あなたの名前は言ってませんよね。ってことは、おめえ把握してんじゃねえかよ、お前。全部この件に関してよ。ああ。ふざけんなよ、ほんとよ。知ってんじゃねえかよ。そうだよ、お前。あなたの名前は放送上では言ってないですよね。って言ったから、あ、こいつ放送聞いてんじゃん。把握してませんだって。把握してねえのに言ったか言われかよく知ってるよな。語るに落ちんのやめて、みたいな。うん。まあ、そんな感じじゃないの。いや、全然ブルってねえよ。うん。何が悪かったのか、はっきり言われりゃいいけど。何も悪くねえだろ。いや、俺全然ビビってねえよ、普通に。うん。そうだよ。だから仮に俺のことじゃねえって言われたら、誰のこと言ってんだっていう話になるし。ああ。俺は全部裏側の話も、このインターネットで話すからね。なあ。これは言わないでくださいなんていうのは通用しねえから。全部言うから。はは、俺はな。言うに決まってんじゃねえかよ、お前。ああ。ここだけの話なんて俺の中ではないから。ああ。脅迫じゃねえよ。こういう流れでこういうふうに言われたんで、こうこうこうなったんだよっていうのは、この放送で言うから。うん。ほらな、電話来ねえんだよ。マジで。何分かかってんのかな、クソトレーナー。ああ。お。吉本の圧力を甘く見るなよ。関係ねえから。一般人に吉本が圧力かけたら、俺は拡声器マンだから。全部言っちゃうから。こんなこと言われた、あんなこと言われた。関係ねえし。うん。うん。まあ、俺はどうせこの生放送で言うだけだけどね、大して拡散しないと思うけど、俺の力なんてそんなねえから。ああ。文章？まあ、好きにしてください。俺はただ思っ、お、お、そのまんまをやってるだけだから。うん。いや、今更スルーされてるとか言うのおかしいでしょ。ラジオで俺のこと言ってんだからさ。だったら最初から語るなよ。
なあ、勘弁してくれよ、ほんとよ。なあ。本当に。俺より向こうが食いついちゃったよ。面白いね。なんで素直に謝れないの、お前。何をまず謝るのかね。何を俺が謝るの？芸人に。晒したこと？じゃあ写真撮んなよ。それだけだよ。断れよ、そこの場で。いや、ツイッター載せんなって言われてたら載せないよ。何も言われてないよ。写メを勝手にあげるな。そう？関係ねえだろ、女の。無許可であげたのは悪いでしょ。ああ、そうなんだ。じゃあ、その件に関して向こうからガチャガチャ言ってくれ。あ、すいませんでした。言う。ただし、ツイッターの上がってる写メは俺消すつもりねえから。肖像権がどっかにあるんだったら、その件で言ってきてくれよ。俺そこら辺の道端で撮った人っていう話にしちゃうから。いや、消すつもりないよ。お前放送で嘘ついてるじゃねえか。何が放送で嘘って。え？な、友達とか？バカ！俺はお前その時一緒に写真撮ったやつはみんな友達だから。わかる？俺と一緒に写真撮ったやつはみんな友達だから。当たり前じゃ。知らねえやつと写真撮らねえし。そういうこと。マジで。当たり前じゃねえかよ。俺の友達。だって、銀シャリのうなぎさんなんてピースサインまでしちゃってるよ。2枚とも。青フレンドリー。フレンドリーっていう言葉知ってる？心通わせてるからフレンドリーなんだ。わかるだろ？ピースサインで満面の笑みだからね。これはフレンドリーな写メですよ。そういうことです。あと何かあります？ピースはあかんわ。すいません、どうも。ごめんね。営業スマイル、すいません。あれってプライベート写真なんですけど。あの時どっかで仕事やってたわけじゃないんで。営業スマイルとかもういらないんでね。お疲れさんです。営業要素ないよね。で、なんだよ、だからおめえらが言いてえな、俺に。俺に歯向かえないよ、お前ら。太刀打ちできないよ。やめといた方がいいと思うんだけどな。お前らがどんなにガチャ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 言っても、多分、叶わないよね。
まあ、好きにしてください。何を俺が謝るのかね、まず。いや、俺の謝る理由があるんだったら、すぐ謝ってもいいよ。いや、俺がなんかね、謝る理由があるんだったら。なんすかね。そう、吉本興業に俺が何を謝罪すんの？わかんない。いや、俺は別に勝っても負けてもいないよ。普通だよ。俺は芸人さんと写メ撮って嬉しかったから、ツイッターに上げただけなんだけど。なんか、それで法に触れたりとか、するんであればね、捕まるんじゃないの？お縄ちょうだいで。捕まっちゃうのかな、俺。ねえ。もう捕まるんだ。じゃあ待ってようかな。逮捕されんの。何で逮捕されんのか。恐喝。恐喝なんだ。何を俺恐喝してんのかね。ウケるよね。まあ、いいけどね。みんながそれ何言ったっていいけど、別に、ゆすりたかりもしてないし、ただ、一緒に飲み屋で出会った芸人さんと写メ撮ってもらって、それツイッターに上げて、だけなんだけどね。なんかまずいのかな。普通に。なんかまずいっすか。いや、もしそこでね、俺がなんかまずいことやってんだったら、まあ、謝罪ぐらいはしてもいいけど、俺自身だってなんかまずいことやった意識ないもん。飲み屋で、たまたま隣の席で飲んでた芸人と写真撮っただけだよ。なんかある？それ。ツイッターにあげただけで。なんかあんのかな？ないよね。それをツイッターで無断で公開してるじゃん。そうか。じゃあ、インターネットでググっても何しても、笑い飯のコンビは、どこにもなんか写真上がってねえんだ。街角でイベントやってる時に撮られたのも。それ全部規制かけてんだ。へえ。じゃあ、上がってないのね。規制かけてんだ。あげちゃダメって。お疲れさん。もしも一枚もインターネット上にプライベート写真が上がってない芸人さんだったら謝ってもいいかな。マジで。マジで。いいよ。それだったら俺喜んで謝るよ。一枚も上がってないのに俺が。
プライベートみたいな写真あげちゃってすいません。いいと思うけどね。他に街中で写真撮ったことないよね。当然。ラジオであんなこと言うぐらいだから。あれ？あ、ちょっと待って。俺の前に一組サラリーマンと写真撮ってるよね。あれれれれれれれ？おかしくないですか？あれ？撮ったよね。誰とでも写メ撮ってるよね。じゃあ別に俺んとこだけガチャガチャラジオで言う必要もないんじゃないの？マジで。いい加減にしろよ、この野郎、クソ芸人よ、てめえよ。調子乗りやがって。ふざけんなよ、本当や。おい。ふざけんなよ、本当や。なになに？墨が入ってるやつが映ってるんだからダメなんだ。それってさ、俺じゃねえじゃん。そっち言ってくれる？ごめんね。俺じゃねえから、相手が。違うから。ああ。俺に言わないで。ああ。よろしく。よろしく。俺じゃねえんだ。ああ。あ、俺じゃねえのね。ああ、オッケーオッケー。じゃあ、よかった。俺じゃねえんだったら。ああ。よろしくね。俺に文句言ったってしょうがねえよ。なあ。俺に文句言ったってしょうがねえじゃん、そんなの。俺も気がつかなかったらあげちゃったのはな。ごめんな。俺じゃなかったか。なるほどね。俺じゃないのね。ごめんね。っていうか、俺じゃなくてよかった。助かった。当然。うっかりしちゃった。俺が悪いのかと思ってた、今まで。俺じゃねえじゃん。マジで。んだよ。ごめんね、みんな。俺が勘違いしてた。俺じゃなかったよ。OK。なんだよ、満員かよ。アクティブ少ねえな。5秒間行ってみようか。今日いくつぐらい行くから500はいくだろうな。5、4、3、2、1。アクティブ頼むぜ、ロムってるやつや。満員なんだから。ギャーッと上げてくれよ。頼むよ。ドゥワーッと言ってくれよ。頼むよ、おめえ。500くらい行ってくんねえとな。しょぼすぎるもんな。走ってちょうだい。5。4、3、2、1。はい、ストップで OK です。500いっかな、これで。結構きついな。ありがとう。しゃーなしでやってくれよ。この時間で満席だからな。500。
から入ってくれたら嬉しいんだけどな。ああ。500はいかねえな。若干最近ね、狙いがね、下手すぎる、俺は。わかんねえ。449ぐらいか。あ、もっと上がっていくかな。まあ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 。500いかなかったら放送終わるけどね。つまんねえもん。もう。本当に。まあでもよ、お前らよ、もうこの話題はよ、吉本興業が何やろうが何しようが、俺も関係ねえし、俺のせいじゃねえから。な。ってことで、これで俺放送終わるから。あとはお前ら好き放題、どっかで話しとけ。解決だよ、もうこれで。俺のせいじゃない。そうだろ？だって俺は関係ないってことに今結論出たじゃん。そうでしょ？全くないでしょ。いや、結論出たじゃん。俺悪くないじゃん。まあ関係ないね、俺はね。まあ、そういうことで、この話題はね、これにて終了ってことで、皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。失礼します。おやすみ。じゃあね。おとつ。